はい、皆さんこんにちは、チャレさんです。はい、今オロチループの方に向かってゆっくり走ってるんですけれどね、314号線っていう道をね、はい、走っているわけですが、あまりに気持ちもいいし、車の少ないし、信号もないので眠くなっちゃいけませんので、ちょっと雑談をしようかなと思ってカメラを回しましたっていう感じです。はい、今日は5月3日なんですよ。3日、はい、ゴールデンウィークのど真ん中って感じですね。はい、そして、今日のお話の話題、テーマ、雑談のテーマ、全然バイク関係のない話をします。はい、実はね、広島にはね、プロ野球球団がありましてね、広島カープっていうんですけどね、広島東洋カープっていうのが正式名称ですけどね、東洋っていうのはね、東洋工業、今の車のマツダの前身が東洋工業っていう車で、社名でしてね、それがマツダになったんですけどね、その時に、松田家の人、松田って松田家の人がやってたんですよ。ところがまあ今もう松田家の人はね、車屋さん、松田の社長を降りてもう久しいですよ。10年、20年、30年ぐらい経つんじゃないかな。で、そのご子息たちは、広島松田とかそういうね、松田のディーラーとかね、そういうのをやってらっしゃるけど、まあ個人のね、大株主であるには違いないと思うんだけど、その中で、広島東洋カープっていうのは、まあ、東洋工業、つまり松田さんがねスポンサーでやってた時があったから、広島東洋カープになってるんですけど、今、オーナーの広島東洋カープのオーナーの松田はじめさんっていうのも、実は、その松田一族の方でしてね、まあ、総領さんですよ、がオーナーをされておられます。そういう、地元のね、松田という広島で一番大きい会社の、松田家の人だから今やってるんだけれども、まあ、それはまあ置いといてですよ、この広島東洋カープっていうのは、もう広島に住んでる人にはね当たり前の話だけど、まあ、この YouTuber いろんな人が見てるし、バイク乗りさんがほとんどだろうし、知ってる人も知らない人もいるかもしれないんだけど、自然発生的というか市民球団的にスポンサーがない中で、経済人、広島経済人の中を一生懸命こう金をかき集めて、作った球団なんですよ。それはなぜそんなことをしなくちゃいけなかったかというと、広島には、原爆が落ちたんですね。で、そして、みんな失意のどん底にある中で楽しみが欲しかった。そこで、プロ野球球団を作ろうっていう動きが出てですね、そして生まれた球団なんですよ。でもその当時はもう本当娯楽が何もない、生きていくのが精一杯、町中バラックだらけで、戦災孤児とかいっぱいいて、身内を亡くした人がいっぱいいて、だって一発の爆弾で20万人ぐらい死んでるわけですから、それはもう当時のね人口から言うと、広島市の人口から言うと大半ですよ。なので生き残った人たちは、その戦後復興の一生懸命の中で、その広島東洋カープという、広島カープというね、カープ球団の誕生で、喜んだわけですよ。それがまあ唯一の楽しみ、だけどまあお金なくってさ、お金なくっていい選手も取れないし、セリーグのお荷物って呼ばれてたね、あの万年最下位でねっていう球団だったわけでございます。でまあ一番ひどい時には本当球団の運営そのものもできなくて、有名な話なんだけど、樽募金、大きな樽を球場の前に置いてね、ファンの皆さんにね、対戦箱みたいにここにチャランチャラン入れてもらってね、それでもう選手の給料払ったとかっていう話があるぐらいです。でも遠征も広島から遠征ですから、夜行の鈍行に乗って床にこうもう寝っ転がってね、
遠征に行ってたっていう時代を経てですね、まあ、今は全然そこまでなくて、カープ女子とか言って結構華やかになってはいるんですけれど、根っこにそういうものがあるせいか、広島の街の中で、非常に根付いておりまして、こんな球団とこんな街と、街の人間との関わり合いがあるのはなかなか全国でも珍しいのではないかと思います。はい、もうね、タクシーに乗っても、ああカープ昨日クソ負けてからほんまにみたいなうんちゃんとの話するし、で例えば東京から出張から帰ってきてタクシー広島駅で拾ったらね、ラジオがタクシーの中のラジオがね、カープの中継流れてて、どんなんかと言ったら、いやダメじゃわ今日はみたいなことをね、誰々がどうでこうで、もうあいつが打たんけ、もうほんまなんで監督あれ使うんかのみたいなとかね、そんな感じで、もう朝もね、昨日カープ勝った負けたっていうので、こうおはよう、いやー昨日カープ勝ってよかったねみたいな、どっからもうおはようの次の会話がそんな感じだったりとかね、もうそれぐらいね、密着してます。はい、で地元の、テレビ局、ローカルテレビ局が4局ほどあるんですけど、必ず夕方のニュースとか、地元のニュースをやる中に5分10分カープ情報があるんですね。それはその選手のいろんな生い立ちであったり、その今の状況であったり、怪我してね、2軍とか3軍で握るような選手にまで掘り下げてね、ずっとやっていくわけですよ。誰々の選手、誰々のお母さんは、とこは母子家庭でお母さんが苦労してあれしてこれしてみたいな話をね、ずっとやるわけですよ。それはね、応援するとなるよ。もう子供の頃からそういうのずっと刷り込まれてるんで、こう広島の人間っていうのはね、自動的にカープファンに自然になるようにできてるわけですよ。そうみたいな話ですけど、でもこれは本当にそんだけ、身近でね、まあ、僕ぐらいの年になると、もう新しい選手入ってきたら若いから、もう息子とかそんな世代、息子とかそれ以下の世代なんで、もうねお父ちゃん気分で見ますからね。はい、でもう、まあ、頑張れ頑張れですよ。だけど、厳しいのが、広島市民全員がね、監督みたいになっちゃうんです、テレビ見ながら。はい、選手の起用方法とかね、いろんなものに関してね、ケチつけます、文句つけます、俺ならこうするああするって言いますし、ここでなんであいつ使わんのやって言うし、まあ、それどこの野球ファンもそうなんでしょうけど、なんかね感情の移入の仕方がね異常。でもね面白いよ、そういうので。毎日がお金もかからず、変な話ですけどお金もかからず毎日こう喜怒哀楽楽しむものがあるって意外といいもので、はい、もちろんもうね、球場にはね、地元民といえどもね、応援に行けません、券が買えない。昔はもういきなり今日行こうかなと思ったら、広島市民球場時代とか、今日行こうかなと思ったら、もう途中からでも試合がもう始まってからでも行って、入って中でビール飲んでもう帰るとか言って帰れてましたけど、もう今全然そんなことできませんから、本当に券が手に入らない、ぐらいになってますけどね。もうでもこの感情っていうか、この市民球団っていうかね、町にあるこのプロ野球球団に対する感情ってね、他のね、他府県の友達とかにね、こう話をしてもね、こう通じないんですよね、このイメージが。で、唯一分かってもらえるとしたら、甲子園、高校野球の甲子園に地元の自分の通った高校が出るってなった、出た、夏でも春でもいいよ、出たっていう時には、その勝ち負けを、その試合時間気にしたり、その夜ニュースで見たり、朝その勝ち負けを新聞でチェックしたりしません？ほとんどの人がすると思うのよ。あれがね毎日ある。
あの感じが毎日シーズンが始まってシーズンが終わるまである。うん、なかなかにね、精神衛生上忙しい、うん、広島に住んでると。はい、でもそれがなんかこう毎日のこう生活にスパイスになってるっていうかね。最近はね、こういうオートバイ、僕今乗ってるオートバイとかも、若い人のオートバイ離れとか、自動車マイカー車離れとかいろいろ言って、そういやプロ野球も野球ね、プロ野球もこうだんだん野球離れとかってね言うけど、まあこんな野球好きっていうのはジジイの証拠なのかもしれないけど、僕決して野球部だったわけでも何でもないですけどね。でもね、見てるとね、本当面白い、うん、でやっぱりこうよその地域でも、あの広島じゃない地域でも、もちろんカープファンの人っていてさ、そのカープ女子とかもいてさ、いるけど、残念なことにその地域ではそれほどカープの情報が普通にメディアで流れてないし、野球中継とかテレビでやってないし、ダゾーンとか入れば別、ね、スカパーとか入れば別だけど、でもね、広島の場合普通に民放がね、ローカル局がね、野球中継やってくれてるからね、結構ね、見れるんですよ、オープン戦の頃から。だからね、広島カープの応援ってね、本当ね、しやすくって、まあ地元だからっていうのはあるんだろうけどね、だけどそういう意味でね、ね、もう本当こう毎日のね生活が楽しい。だけど今ちょうどね、5月3日で5月5日がこう子供の日で鯉のぼり季節じゃないですか。まあ昔からね、カープって鯉のぼりの季節までって言って、スタートダッシュはいいけど鯉のぼりぐらいでの季節ぐらいで他のチームと一回りするともうボーボーにやられてまたダメみたいな感じでね。まあ今年はね、もう鯉のぼりの季節まで持たなかったからね、もう5割切っちゃったからね、もううわって感じなんだけど、ね、この3年間ほど続けて優勝して、つい最近優勝してくれた年があって、3年続けてこの時はね、幸せだったね。もうかつての巨人ファンとか毎年こんな思いで見てたんだろうな、野球って思ったもん。カープファンは経験したことないからね、3年経ってね、また今年も優勝する、今年も優勝するっていうのをね、ああ巨人のファンだったら毎年こんな感じなんだろうなみたいな、思ったよ。ソフトバンクのファンだったら毎年こんな感じなんだろうな、ずーっと永遠にって思ったよ。で今最近勝てない、去年今年とも全然ダメなんだけど、ああなんか戻ったカープって元の、ああダメだダメだって思って、もう気分悪いからテレビ消すみたいなのが、日常に戻った感じするけどね。でもう一個言うとさ、俺特別でさ、その、もともとアパレル屋じゃないですか、俺。まあ言ったことない人もいるけれどさ、初めて聞く人もいるかもしれないですけど、もともとアパレル屋で、うちのお父さんとお母さんが会社作ったんだけどね。で、まあ俺の代で終わりにしたんだけどね。だけど、その、俺が子供の頃ね、まだ広島カープのね、あの赤ヘルって言われてた赤いユニフォームで、じゃなくて、まだね、黒い帽子に、あそこのエンブレムがね、H の時代、C じゃなくて H の時代があってね、もうほんとセリーグのお荷物時代。あの頃ね、あの、うちでね、うちの縫製工場でね、あの下請けだけど、どっかの下請けでやってたんだけど、カープの選手のね、ユニフォームとかね、ウィンドブレーカーとかね、うちで縫ってたんだよ。まだ、だから赤ヘル軍団になる前。だから俺子供の頃さ、持ってたよ、自分のユニフォーム。今でこそさ、こうユニフォームさ着てさ応援に行ったりとかさしてるじゃん、みんな売ってるし。あの頃そんなシステムないからさ、同じカープと同じユニフォーム持ってるやつなんか世の中いなくってさ、俺好きな背番号つけてもらってさ、背中にドーイって入れてもらってさ、まあ、名前ね、どれ、シャレさんの本名ドーイさんなんだけどね、ドーイって入れてもらってさ。いやマジで。そしてさ、
持ってましたよ。弟も持ってたし、ウィンドブレーカーなんか着て小学校へ通ってたよ。タープと同じウィンドタープと選手と全く同じウィンドブレーカー、胸に C ってマークの入ったやつ着て、紺色だったけどね、うん、紺色のウィンドブレーカー着てさ、小学校通ってましたよ。嘘みたいな話でしょ。まあだからさ、そんな事情もあるからさ、もう子供の頃からもうそれはもうカープファン以外ありえないみたいなね、うん、感じでね、はい。だから今でもね、カープね、やっぱね、ついつい気になって見ちゃいますよ。はい、そんな感じでね、ちょっと雑談でね、広島とカープの話っていうのをしてみました。はい、まあこれ個人的な話もかなり含まれてましたけどね。はい、まあそういうわけでね、いろんなチームのファンの方からしてみたらね、カープの話をするとね、なんやこいつカープファンかって、俺は阪神ファンじゃっていう人もおるかもしれませんけど、もうねそういう土地だからしょうがないと思って、はい、生活の中にもう溶け込んでるんだから仕方ねえよこの広島のやつらはって思って、諦めて温かい目で見てやってくださいという感じで、今日のはいつまらない雑談はこの辺にしておきましょう。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。